インスピン始まるよ、イエーイ、カン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 。ということでやってみましょうか。すみません、ちょっとマイクの調整、今なんかガタ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 って聞こえていってる、きっとそんなものは気のせいでございますということで、前回すみませんね、ちょっとまっすぐ進んでいこうかなと思ったんですけども、なんだ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 、はぁ、侵略への相談、ということで進んでまいりましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、あ、しまったですね、やつらがいる。ダダ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 ダ、全然通用してないですね、燃えてます。頑張る、カン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 、あー、今 S を、そうだ、しまった。収録した後にセーブをするのを忘れていたようですので、どうやら昨日と同じようなところをやっていこうというところになるんですけれども、まあそんなことは気にしないで、さっさとさっさと、いやあ、発狂し始めましたね。発狂し始めた人に対してはですね、あのマシンガンをドド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 打ってですね、こっちもね、あのね、暴れさせないよーって、暴れさせちゃダメよーって。ああ、きっと前世は牛だったちゃんが来ていますね。そんな彼には蹴ってあげましょう。あ、まだ生きてますね、ってことで切っちゃいましょう。キャー、怖いー、蹴っちゃダメよー、頭を砕いてあげるから、わー、ということでございますね。ということは、いろいろと拾っていったんですけれども、なんか上から、あーっと、パッキン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 と、あれ、足元になんかありましたね。足元に、足元に、足元に、足元に。そうか、しまいましたね。しまいました。しまいました。しまっちゃいましたね。はい。やってしまったんで、もう仕方ありませんね。とりあえず、何をしたかというとですね、あ、トレジャーを取り忘れていますね。トレジャーを取りに行かなきゃいけないですね。そうなんです。トレジャーをいろいろとね、この辺りに中央広場とかね、村長の家とか、村長に雇ってたか。この辺りで取り忘れてたトレジャーをね、ちょっと取らなきゃいけないんじゃーということで、取りに行ったり、なんだり、なんだり、ラジバンだりしてたというところでございますね。ということで、ここの敵をね、殲滅することができましたんで、とりあえず戻っていきましょう。戻っていって、ファッションショーしましょう。ということで、砕いて砕いて、ファッションショー、砕いて、あ、ない、砕くものがない、砕くものがないから、こっち行って戻っていきましょう。はい。でね、だんだんね、村観光ツアーからただの普通の時給になり下がってるんじゃねえかっていうね、お叱りの声なんかもいただいたりしたんですけれども、やっぱりね、こうやって早口でペラ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 喋っているのにね、だから、こう、言葉が途切れないで、いろいろとね、まあ、見ある言葉かどうかわかんないと思うんで、そんなんかの、そんなものはもう、別としてですね、いろいろといろいろとこうやってペラ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 喋ることができているっていうね、やっぱりあなた、なかなか早口の才能があるんじゃないと、早口の才能っていうのは、早口の才能なんていうのはね、もうね、レレ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 才能あるっていうことになっちゃいますからね。そんなことじゃなくて、ね、ちゃんと意味のある言葉をベラ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 喋ると、まあ意味がある言葉をベラベラベラ喋りながらも中身があるかどうかっていうのは別になっているというところでございますね。で、ここの声ですね、慎重に慎重に入っていかないとですね、こうやってしゃがむでしょ、しゃがんでいかないと中でおじさんがね、アイバエスキャーって言うので、あー捕まっちゃいやーよー、ペーン、わー発狂。ここはあれですね、初めて行った時も発狂しましたからね、ここはどうやら 100% 発狂 G が出てくるというそんなところにならないでしょうか。で、これで、区域の金牌ということでね、これでね、なんとですね、今ね、39分の37まで来ましたね。で、こことここの、ね、宝物を取ることができれば、あと残り2つ、村全コンプリート、イエーイということでございます。ということでね、ここバコンと箱壊すとですね、前回ですね、吉原さんとなんとかさんというね、もう私もね、一回一回実況するとね、名前を適当にあまりにも言いすぎてしまったがゆえにですね、なんて名前だったっけっていうのも、いちいちね、覚えてらんないんですよ。覚えてらんないから、もうとにかくね、もうそこはですね、もう鈴木さんと田中さんという名前にしようかなというふうに思います。ということで、ここをまずバーンと破壊して、さあ残り1個ですね、残り1個をゲットすればそれで終了というところでございます。で、目の前にですね、まあちょっと見回り夫婦さんがね、こちらをなんか向いて出てってやってるんでね、とりあえず1人はね、もうね、過労により倒れていただきましょう。そして、彼女はですね、安いもんだ、左上くらいっていうおっしゃってるんで、わー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 で暴れないです、ございますね。じゃあ、ということで、ここをね、ここをカチャ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 って、硬すぎるようですね。硬すぎ、新作、おー、え？アシュリーアシュリー、そんなミス、あるの、ミッションフェールド。ちなみにですね、ちょっとね、セーブデータをやり直しているっていう部分も正直ありましてですね、その時にもですね、アシュリーを一度ですね、爆死させてしまったというところが正直ありますんで、なぜかね、ここで死亡回数が2になっているというのは、なぜだっていうところがあるかもしれないですが、まあ、そこはご愛嬌ということで進んでいきましょう。ということで、ここ、また発狂 G が復活している G! 発狂 G、アイバー S がーということで、頭をバーンと、あれ、なんか 100% 発狂しますね。なんか同じこと言ってるような気がする。同じこと言ってるんだもの。で、ここの小屋はですね、このね、
内臓、やっぱホルモンをね、ホルモンってね、ホルモンはちなみにですね、ちゃんとした、れっきとしたですね、内臓の英語の意味でございます。英語、ドイツ語だったかな、うん。なんかいろいろと、なんか医者の言葉はドイツ語だってことを言われたりなんか、もしているんですけれども、まあ、そのことはね、一切ね、気にせずにですね、はい、こちら進んでまいりましょうということでございます。はい。で、ちなみにですね、昔私はですね、関西人でございますから、ホルモンをですね、親父にですね、ホルモンっていうのは昔食べることができなくてね、例えば赤身肉ですね、ハラミとかカルビとかそういうものを食べると、ところ内臓を食べる習慣なかったですからですね、捨てるもん、つまり、関西でね、捨てるということをね、ホルと言いますから、ホルモンというね、そういうね、言い伝えがあるということを言われたということですね、疲れて騙されてしまいました。それが果たして本当なのかどうかっていうのは、未だにわからないところなんで、ダメです。まだ、夜も、まだこれからの、あーこらもうだからそういうこと危ないっすよ。もう そういうことしちゃダメですよ。もうね、まあ、開け方がああいう開け方をすること自体がダメなのかもしれないというところなんですけどね。で、この裏を回っているとですね、なんか確かいろいろあった気がする。あった。これパコーンと開けてね。で、お金をちょっとでも稼いでおきましょう。そう。いろいろとね、全部のね、なんか宝物等々をね、コンプリートした後にはですね、やっぱ、あり余ったお金でね、豪遊したいと、圧倒的豪遊をしたいというところがございますから、もうね、うん。なので、これまで改造してこなかった銃たちをね、全部ね、改造していくっていうことが、まあ、次なるミッションになってくるかな、なんてことを思ったりしていますと。ということでですね、前回ね、あーはー、いっぱいだー。あー、なんとか埋まっただー。そう。で、前回ですね、結局、全部の、じゃあもう卵食っちまうか、一個ね。うん、卵食っちまう。卵、納豆、はい。そう。前回もこの子とね、この姉妹たちとの戦うシーンはもうお見せしましたので、もうめんどくさいんでドーンとしちゃいます。はい、以上でございます。はい、はい。レディのおもてなしとは。ありがとうございます。はい、おもてなし以上でございます。はい、ありがとうございました。楽しかったでございます。はい、で、はい、もう。はい、もう、同じことをね、2回も繰り返すとね、私も暇じゃないんでございますね。で、アイバエッソーさんはどこにいる？アイバエッソーさんどこいる？アイバエッソーさんいただいて、アイバエッソーさんはこっちですね。はい、どうも。はい、以上で終わりでございます。まだ音楽が鳴り止まないですね。音楽が鳴り止まないってことは、まだまだ敵が登場するということでね、バーがこっちに向かってきてるんで、こっちから驚かしてあげましょう。バー。いないいない。ブー。で、まだどっかね、下の方にいらっしゃいますね。下の方にいらっしゃるんでね、こっちに向かってきたところで、タイミングでね、ダダダダダしたいというふうに思います。で、こっちの方向かっていくとですね、またこちらでもね、捨てるもん、ホルモンをね、食べている人、あーいたーこれをね、いうことだったよね。いろいろとアイテムをね、整理していかなきゃいけないというところではございますが、はい、そんなことも気にせずに、ダダダダってやっていきましょう。で、こちらにね、バーが向かってきている最中だと思いますんで、ここで一旦ね、ドーンと、はい、歓迎しておきましょう。で、バーンとしたけれども、特にバーがボーン、おー、バー、何お前が今撃ったのは私の残像だよって、さすが熟練のやつでございますね。孫子流れ先生もびっくりの猫ちゃん街道ということでございます。で、これをいろいろ撮りましたと。で、 F でこれカチャンってやったら、はい、最後の宝物がゲッチュダララララッということでございますね。はい。で、これらをすべて撮ることができましたので、一旦ここでやろうとよくかと思ったけど、そんなこと気まもないので、こっち向かっていきましょうかね。はぁはぁ言うな、こっちだって興奮しちゃうじゃねえか。はぁはぁ言ったら、こっちだってハーハー言っちゃうぞ。あなたに向かって。はぁ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 。で、こっち向かっていきましょう。で、降りる場所がどこかに確かありましたので、そこからピョンと飛び降りてですね、その間にアシュリーちゃんには、ゆっくりと、こちらのはしごをですね、使って降りといてきてもらいましょう。さすがはしごを使うところ、育ちの違いがあるというところでございますね。はい。バーンとね、飛び降りるのはですね、育ちの悪いエージェントでございますし。で、あれ39分の38? あれ宝石、あれ拾ってなかった。ちょっと待ちください、ね。あ、待ちます。あ、拾ってなかったでございます。あれあった、ちょ、待って。宝石。まさか上に落ちた。そんなことがあり得るのか。ちょっと待ちくださいね。それを拾わない限り私は前に進むことができないので、とりあえず上に登りましょう。でもさ、これ、上に登ったらってことはこっちに落ちた。そんなことあるの？何？拾うの忘れてドーンってやったらバーンって、そういうことか。おばあちゃんか。はいはいはい。この39分の38だね。あれ？拾った、トレジャー、エクスパントリー。これはでも、あれですよね。あれ？待って。どういうことだ？これはまさか。あ、これはまさかあれか？わかった。デレレレーレ。村長を倒そう。そんなことでございますね。ということで、村長はこれから向かってきますんでね、村長がね、タイラントとかしてね、こちらに向かってガンガン進んでくることになりますんで、とりあえずこれを回してね、くるくるしちゃいましょう。はい。はい。重かった、思った以上に重かった。くるくるができない。ぐるんぐるんになってますね。ということで、シャコやっていって。ということで、もう前回ね、同じことを繰り返しになっててね、ようやく先に進むんかいっていうところかもしれないんですけど、何それ全然嬉しくない。そうだよね、嬉しくないですよね。はい、私もそう思います。で、こっち進んでいって、
こちら特に何かあるわけではないので、はい、もう無視して、どん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 ずんずんずん進んでいきましょう。もう観光ツアーなんかやってられっか。観光ツアーの意味がない、カン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 。で、ここ、かつてですね、かつておじいちゃんが住んでいた場所でございますね。はい。で、誰のおじいちゃんが住んでたかっていうのは、まあ、お楽しみでございますが、はい。どのおじいちゃんが住んでたかっていうことは、私は今、パッとこうね、ネタとして思い浮かばないためにも、とりあえずここはね、田中のおじいちゃんが住んでた、田中率の多めの村。はい。ということで、パコーンってくるんですよね。まあ、いろいろとね、スペイン語の名前なんかあったりしますけど、ね、ホセとかなんとかかんとかとかね、ケンとか、これってできるんですかね。あ、できるんですね。すごかった。はいはい、すごかったですね。これができるということは、これでカチョってやれば、はい、3マス分が空いたということなので、ここも拾っていきましょう。で、拾っていって、とにかく、柄悪くガン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 蹴ってて、なぜか3発で破壊できるという破壊力を持っておりますと。はい。で、ガンパウダーも拾っておきましょう。で、こちらがですね、かつてですね、現れた、田中さん、林さん、斎藤さん、佐藤さん、塚さん、佐さん、小林さん、林道さん、全部小林林道、行きましょう。で、この先を進んでいくとですね、例のね、最後の宝物を持っているね、G が出てくるということでございますね。うぬぬぬぬぬぬと重いところであるんですから、さあ、前に進んでいきましょうと。なぜかこのシーンだけね、急にね、ムービーシーンになったので、怪しいなぁと思ってたらね、やっぱりいいということで、お手手、お嬢ちゃん、僕とデートしましょうやーってね、最近ね、50何歳の人たちがね、50代とかね、60代の人がね、女児やね、いわゆる10代や20代の人たちに、わいせつをするというニュースがただ増えておりますが、はい。まあ、結局ね、男というもの、生き物はですね、生きていけば生きていくことで、どん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 利口になってくるんですよ。なぜかというと、人間ね、好きなのは20歳とか30歳とかのね、若いお姉ちゃんなんでございますよ。20歳から30歳くらいまでね、若いお姉ちゃんが大好きなんでございますけれども、そのね、年齢が好きだ、年齢が上がっていくにつもりでね、男がね、例えばね、20歳だったとしても、30歳だったとしても、40歳だったとしても、50歳、あ、ちょ、え、おかしくない？なぜだ？こちらの攻撃が効かないから逃げた方がいいよ。タイラントよりも強い要素ですね。で、まだ当たるだけマシだよね。ドミトリスク夫人なんかさ、弾当たっててもさ、関係なくこっち向かってくんじゃん。なるほどね。わかりました。ということで、また、ドアを開けるところから始めていこうというふうに思います。はい、ということでございますね。はい。まあ、ちなみにね、60代、70代になってもね、もう、20歳の女の子が好きだっていうことはね、男は、どうやらね、もう生物学的に変わらないそうなんでね、まあ、若い方がさ、ほら、なんか、いろいろと、ムチムチじゃん。うん。ということでございますね。はい。まあ、その中でもね、売れた女性の方が好きだっていうタイプのね、方もいらっしゃるんですけれども、まあ、それはね、まあ、人類の中でも、そのパーセンテージとしてはかなり少ない方のタイプになりますから、はい。ということで、こちらに向かっていきましょう。走っていかないと、どん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 ね、敵がどん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 、こちらに迫ってきちゃいますから、はい。あれなんか後ろの方でパコパコ倒れてるっていう人たちもいますが、そんなことは気にしないで無視していきましょう。こっちから走って向かってくるのかなと思って、ニュク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 って、はい、どんどん向かってきますね。どんどん向かってきますね。ということで、もう一回ですね、船長の帽子をパコンと飛ばしておきましょう。ということで、こっちに向かっていくとですね、はい。ああ、なんとか無事脱出することができました。なぜ死んじゃったのかっていうのが分からない。あ、死んではないのか。はい。やっぱりロリコンね、ミトレス・メンデスさんもね、やっぱり、喫水のロリコンだったということでございます。ということで、私ね、だんだん鼻が詰まってまいりましたね。鼻の薬をさせていただきます。で、ムービーシーンやってる時にいろいろできるというのは特権でございます。ということで、やっていきましょう。はい。ひもなしでバンジーするのはそんな勇気私にはありませんよーでございます。ああ、お尻がいい感じでございますね。ああ、おっぱいがプルプルしてる。うん。ん？お前。帽子を拾ったな。そうなんです。このペトロス・メンデスさんですね、自分がね、ハゲていることをね、隠すためにね、帽子をね、すぐに被るんですけれどもね、どうやらそれはインディン・ジョーンズみたいでですね、インディン・ジョーンズもかつてですね、どこかの、トレジャーハンターをしているときに、ね、捕まった際に、なんかそうですね、トレジャーハンターをね、した際にですね、尊敬できると言いますか、その逃げたところの親分的な、リーダー的な存在の人からね、坊主よくやったってね、帽子をですね、無言で捧げられるんですね、捧げられた帽子をね、いつまでも大事に戻っていくっていうのが、まあ、強くしてからですね、なんだなんだ。よくやってくれた。なんか今、ジェスチャーと言葉がいろいろとこうおかしい状態になってましたが、そんなことはきっと気のせいでしょう。ということで、不必要なものをどん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 追っていきましょう。だんだんね、埋まってきちゃいましたからね、どん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 これをパパパパコ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 って打ったら、はい、緑効いてこんなになるんですね。ありがたいことでございます。ボルトいらない、ライフルもいらない、ショットガンもいらない、サブマシンガンもハンドガンもいらない、先行手段もいらない、そして破片手榴弾はもっといらない。ということで、キッチンナイフ、あ、小股ナイフは打っちゃダメ、まずいですね。ああ、やばいやばい。ありが右上の方でパコ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 なんかイライラしてる人がいて、じゃあ均等君10個あるんで、はい、これでパコーン、はい、これでパコーン、はい、これでパコーン、これで3回できますね。はい、OK でございます。ってことで次行きましょう。ヘマして死なないですよ。ヘマしては死なないけど、ヘマしてミッションミスりました。はい、そんなことも気にしてないでね。はい、ということで、ここが皆さんね、
あそこに待った鉄工場でございますね。はい。で、あそこに待っているね、あの木箱とかがね、もういかにもね、今からここで戦いますよっていう、もう怪しい合図があるんでございますね。はい。ということなので、ここでね、ドーンドーンってやっといて、ここで、破壊ができなさそうなので、ここでドーンドーンってやっておきましょう。はい。ということでね、こちらでですね、はい、あの村長さんが1日8キロのお肉を食べるというネタを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。ネタというか事実なんでございますけれども、ここの鉄工場はですね、もうか、あの、廃肉工場になっておりましてね、で、廃肉ですね、あの、村長さんに関してはもう、あの、肉はね、何でも食えるよっていうことなんでね、あの、腐っていようが、あの、生、あの、おめえ噛んでんじゃねえよ、さっさと喋れ、俺の出番に待ちくたぶれてもう出てきてしまったわーということで、なんだかね、あの、白ひげならぬ黒ひげみたいなね、黒ひげでもね、ああ、どん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 って、でもこっちの黒ひげはね、あの、銃が効かないんでね、はい。ん？あなたそんな武器持ってないからしもね。やめておけ。我らが神に委ねるの、お前の神なんかいないけどね、私が神だ。はぁ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 。あなたの命は神が受け継いであげましょう。しって強引な布教活動、そうなんですよね。かつて、その強引な布教活動のためにね、あ、いろんなところでね、まあ、かつてどっかの、宗教団体が、あの、東大じゃねえや、東京ドームで、公演をした時にはもう何万人とした人がわーってなって何億というね、あの財産を稼いだという人がね、あのかつてね、60数歳で亡くなられたという事件じゃねえの、ニュースなんかもあったりもしましたけどね。まあその、あの息子さんがね、あの、その遺産争いで一体どうなるのかっていうのをニヤニヤしながら見ているっていうことをね、あの YouTube で発信してましたね。彼の命が何も奪われないことだけが残るあれなんですけれども、こうしれっとね、こう爆発したことによって、いつの間にかこうサソリさんになったっていうところがなんかすごい不思議なことでございますね。何が化け物だ化け物だ、まあ神は化け物みたいな見た目をしてますからね。はい、あの例えばさ、なんかスピンクスとかってもさ、あれも神様になったってよくわかんないけど、はい、倒れます。あ、倒れるんですね、倒れるんですね。なんか2階からテポドゥン、あと2階からテポドゥンができないと、2階から飛び降りるみたいな、あたたたたた、2階から飛び降りて、これで CP 獲得。それがもうできたんで、もう満足でございます。階段後はもうはい、終わりでございます。お疲れ様でございました。でよく見るとなんかあれですね、心臓の部分がなんかブチ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 になってますが、はい、そうなんです。彼がね、あとあの彼はですね、あの発が強いんでございますね、発。はい、うわーってなんかバーンと、おー、サソリちゃんが入ってきた。ノー、そうなんです。腕の力で飛ぶことができなかったんで、私はサソリになって飛ぶことができるんですってことで、ダダ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 ダ、そう、燃え盛る工場ですね。はい、あちゃ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 、なんだなんだ、あ、燃えてる。レオンはきっと燃えるんだ。ダダダダ、はい、爆発していただきましょう。爆発して真実で、おお、亡くなりになりましたね。早かった。さあ、果たして問題です。でれん、この彼のネイルアートには月いくらかかるでしょうか。チン、はい、380ウォンでございます。安っ。10分の1だったね、380ってことは。ってことはですね、なんぼだ、38円、40円くらいですかね。うん、まあそんなアホな冗談はおしといてですね、はい、彼女がね、かつてね、これで暴走してね、あのバックドラフトだということをネタに言いましたけどね、そうなんですよね。あの熱っていうものはですね、ある一定の建物の中でブワッと漏れるとですね、あのそれ以上をこの燃やすためのね、あのほら皆さん、あの理科の実験でやられたことがあるかもしれないんですが、あの酸素を燃やすた、あ、じゃあ酸素じゃない、火が燃えるためにはですね、あの酸素を使わなきゃいけないというか、あ、なんか燃えて体力が削れてますね。そうで、その酸素がですね、あのある程度燃え尽くしてしまうとですね、なくなった状態になるんですね。でそこに酸素が一気に今みたいなカラスでバーンってなるとですね、はい、それはね、あの火がね、あー酸素きたー、テンション上がるーって、めっちゃ燃えてるがな、めっちゃ燃えて、体力が削れてしまったんで、食べておきましょうということで、行きましょう。ぴょん、あなたがそこに立っていたら私飛び込めないよ。それともあなたがそこに立っていてくれるんだったら、クッションとしてあなたのことをコパーンってやっていきなり、むにゅって、もう最高のクッション性がマックスでございますが、いかがでしょうか。大丈夫ですね。はい。ところで、あなたのその左手につけている指輪をですね、あの、まあ、敵にパンチしたので、その、あの、あれが、ほっぺたがえぐれて、ギャー痛いよーってことです。はい、ということで、村編の観光ツアーは以上終了となります。はい。ということで、今からですね、お城観光ツアーに入っていこうかなというところでなんですが、もうこの燃え盛るホロを見てですね、皆さん何か思うことはないでしょうか。特にありませんね。ということで、ね、向かっていきましょう。で、これで今で39分の3じゃん。ああ、なるほどですね。こちらにある宝物の最後取っていったら終わりということですね。これプラスアルファということですね。エクストラマップということでございますんで、こっちに向かっていきましょう。ところで、全然ついてくる気がない彼女は一体どうなってるんだ。あ、向かってきた、赤髪のシャンクスね。あ、カムサリをぜひね、私の方にぶちかましていただきたいんですけれども。ヒヒヒヒヒヒ、笑ってきましょう。あ、ちょ、下手くそ。本日のサービスショット。あ、消えた。でぎーん、これで39分の39でございますね。あー、いやー、以上でございます。おめでとうございます。ということで、エクスパンショントレジャーを取って、はい。ちなみにですね、あの、これはですね、これ、何のトラックかというとですね、これ今、運転手が不在になっているんですけれども、あの、皆さん、あの、ビトルス・メンデスさんをですね、あの、ぶちのめした後に、あの、坂をですね、原作、ブブ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 ブ
って登っていくシーンを覚えてらっしゃいますかね。それなんでございません、ね、それが今回はなしになっているので、もう敵を倒したらやっぱりもう素直にね、次のステージに進ませてあげようという思いがありますと。ところでこれちなみに犯罪の車でございますんでね、ナンバープレートがしっかりと隠されているという状態です。というかナンバープレートどこに貼ってんだってことなんですけど、ナンバープレートはもうなくなっているということでございます。ということなので、今回ですね、以上とさせていただきたいというふうに思います。次回からですね、お城向かって、もうすでに青い炎が見えているんですけれども、あそこにロケットランチをバーンと打ったらですね、一体、ショーニアどうなるのかということでございますね。はい。ということで、かつてはきっと男だった、レオンさんがね、かつてはきっと男だった、今も男なんですけどね、はい。実際もうちょっと酸欠になってね、いろいろとも何人わけが分かんないことをね、いろいろと先に進むしかない。ウェイということでございます。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回バトルお会いできたら皆さん幸いでございます。次回観光ツアーお城編に移ってまいりたいと思いますので、明日もまたお楽しみくださいませ。今回ちょっとあまりね、ベラベラベラ喋ることができなかったんで、次回楽しんでいきたいなというのということで、これ一戦とですね、はい、村、なんとか一周プレイで全て入手することができました。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、なぜか死亡回数3回となっておりますが、死亡回数2回と、それからミッションフェイルと1回ということで、トータル3回というふうになっております。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録、またグッドボタンよろしく。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。